山形市役所では犠牲者を追悼し被災地の復興を願う鐘が打ち鳴らされました。発災時刻の午後2時46分、千年和尚の音が響き渡ると黙祷が捧げられました。山形市で開かれた追悼復興式典には、東日本大震災の避難者や市の関係者などが集まりました。山形市では発災から13年経った今もなお396人が避難生活を送っています。こちらの女性は福島県南相馬市で被災し、津波で親戚などを亡くしました。ご自身にとってはどんな13年間でしたか？なんか夢中でね、もう帰るんだって言ってて、まだ席は向こうにあるんですけど、なんぼどんな田舎でも、もうこっちの方が人もいっぱいいるしいいんですけど、やっぱり帰りたいですね。記憶を風化させないようにと毎年通う男性も。避けてはダメだと思いますし、ましては地震とかだと、まあ、いつ来るかやっぱりわからないので、何かしらのやっぱり備えっていうかの方がやっぱり大切かなっていうのは学びましたね。参列者は鐘を打ち鳴らし、被災地の復興を願っていました。